はいどうも、チェほんです。今回はこちら、iPhone 15 Pro をレビューしていきたいと思います。はぁ、また買っちゃった。えー、というわけで、ようやく僕の手元にも iPhone 15 Pro が届きまして、まぁ、あ、届いたのはちょっと前なんだけど、まぁ、あ、あの実際ね、使ってみました。で、今回はね、実際使ってどうだったのかっていうのを踏まえつつですね、えー、iPhone 15ともちょっと比較していこうと思います、えー。iPhone 15と何が違うのか、どういったところが変わっているのかっていうところ、まぁ、あ、どっちがおすすめなのかっていうところにも触れていきたいと思います。 結構ね iPhone15Pro と iPhone15 迷ってる方もいらっしゃると思うので是非ね参考にしてみてください。それでは行ってみましょうモバイルドットコム えそれでは早速、まずは全面デザインからチェックしていきたいと思います。iPhone 15 Pro。ディスプレイサイズは6.1インチの UKL ディスプレイを採用しております。リフレッシュレートは 120Hz 駆動となっておりまして、より滑らかな、えー、動作だったりとか、スクロール表示体験を楽しむことが可能です。えディスプレイのね、えー、最大輝度は2002度となっておりまして、引き続きダイナミックアイランドデザインを採用しております。えここね。 はい。えー、こんな感じでね、え、タイマーなんかも表示できたりします。結構ね、いろんなことができます。まあ、これは去年のね、iPhone 14 Pro とか、14 Pro Max にも採用されていたダイナミックアイランドデザイン。引き続きね、iPhone 15 Pro でも利用することができます。で、えー、ちなみに、えー、15については、えー、こちらもね、ディスプレイサイズは6.1インチです。えー、リフレッシュレートは 60Hz 駆動。はい、ちょっとね、後ほどまた動作でチェックしていくんですけれども、あの、やっぱりこう、残像感っていうんかな、こう、比べると、やっぱ残って、 ちゃってる感じが僕はしますただね、これあの、つばきさんはね、いや、私気になんないってずっと言ってましたね。はい。なので、もうこれ本当に人によると思います。ただ、今現時点で、え、120Hz 駆動に対応した iPhone を使ってる方だったら、この差はわかると思うので、実機でね、あの、チェックしてみるのもいいと思います。で、ちなみに、あの、画面の最大機能は同じく2 0 0 0にとなっております。えー、こちらもですね、ダイナミックアイランドデザインを採用しております。今年ね、スタンダードモデルにもちゃんとあの、ダイナミックアイランドデザインが採用されました。はい。 で、ダイナミックアイロンのデザインね、僕はどうかっていうと、なんかね、正直僕はね、微妙かなって思ってます。はい。あのー、すごいメリットがあるって感じがしなくて、むしろ僕としてはえデメリットが多くて、例えばね、今、原神なんかをね、こう iPhone でやってると、あの、全画面表示になるのはすごく良くって、ただ、そんな時に、ここダイナミックアイロンデザインのちょっと上にもこう表示されてるでしょ。で、ここにその文字とかが重なる時があったりとか、まあ、あの、ゲームによってはもうここダダかぶりの場合もあったりするので、 通知とかもいろいろ表示できたりとかね、できることもいろいろあるので、まあこの辺はね、好みもあると思うんだけど、僕はちょっといまいちかなって思います。はい。で、ベゼルなんですけど、ベゼルもね、かなり細くなってます。今年の iPhone 15 Pro のベゼルね、めちゃくちゃ細い。これね、すごいよ。 うん、かなり細くなってます。え、15もね、実はね、細くなってます。15よりも今回15プロの方がベゼルは細いので、まあマジでね、これあのベゼルの細さだってマジでロマンなのよ。ロマンがあるのやっぱり15プロ。まあこれね、値段も値段なんであれなんですけど、僕はね、こっちの方が好き。はい。で、え、iPhone15 プロの重さは、え、今回 187g。前回から約 20g ぐらいざっくり軽くなってます。あのー、びっくりする。あの14プロの重さマジ何だったの っていう感じのレベルで違いますね。で、え、15は 171g。こうね、15と15プロをこう持って、両手で持って感じられるのはやっぱ15軽いなって思いますね。15g から 16g ぐらいね、違うので、え、こう両方比べると、15の方が日常使いしやすい、え、重さかなと思います。このあたりはね、ぜひね、実機で比べてチェックしてみてください。えー、じゃあちょっと背面デザインも見ていきたいと思います。まずね、iPhone15 Pro。はい、どうですかこの高級 그러 はい、あの、非常にね、いい感じのデザインですね。まあ、引き続きカメラはね、でかいねえ。カメラの出っ張りもね、やっぱしっかり出っ張ってるので、まあ、この辺はね、まあ、好み分かれるかもしんないですえ。左上にトリプルカメラ搭載で、背面はガラス素材採用。さらさらとしたね、マット加工がされている感じがします。非常にサラサラですね。え指紋もね、まあ、あの、比較的付きにくいかなという感じ、ブラックにしては目立ちにくいかなっていう感じがします。はい、で、えー、iPhone 15なんですけれども、iPhone 15 も今回ね、実はあの背面サラサラとしたマット加工になってます。これね、変わりました。去年ね、あの、光沢だったんですけど、それがマット加工に変わってます。で左上にデュアルカメラ搭載で、一応に a p p l e ゴですね。はい、なんでこんな感じで、高級感はやっぱりどう考えてもプロの方があるしだ、ただ可愛さというか、なんかポップで可愛い感じな、ほんと色味がね、可愛いのがこの iPhone15 のいいとこですよね。だからこれは結構好みもあるよね。で、あとカメラのこの大きさよ。はい。 こんだけカメラの大きさ違うので、まあ、この辺はさ、やっぱね、使っててどうなんだろうね。まあ、僕はまあ、でかくてもいいかなと思うんだけど、まあ、小さい方がいいなとか、はい、思う方は、えー、iPhone15 の方が合ってるのかもしんないです。はい、カメラの画質はちょっと後ほどチェックしていきます。はい、え、側面右側、どちらもですね、電源ボタン搭載されております。えー、続いて、カブ。え、カブはね、スピーカー、タイプ C コネクタ、マイクが搭載されてます。えー、ついに15シリーズで t y p e C コネクタ搭載 搭載ですはい、来たね。ついに t y p e C 搭載よ。はい、来ましたね。で、えー、ちなみに、15はね、USB2、えー、15 Pro が USB3 なので、転送速度が違います、えー。より高速な転送を求めてる人は、えー、iPhone 15 Pro の方がいいです。まあ、ただ、使ってて、すごい不便かって言われると、僕はね、そんな大容量のようなファイルをね、すごいやり取りするわけではないので、まあ、あのー、両方使って思うのは、割とね、あの、iPhone 15でもいけました。はい はい。まあこの辺はだから用途によるのかなと思います。左側はね、結構いろいろ変わってまして、まずね、もうアクションボタンっていうのがこの iPhone 15 Pro の、まあ大注目ポイントです。えー、今までね、えー、iPhone 15のように、まああのスイッチでね、マナーボタンを切り替えるタイプのものが搭載されておりました。えー、今年のね、iPhone 15 Pro、Pro Max ではですね、それが廃止されてアクションボタンっていうのに変わりました。このボタンを長押しすることでいろんな機能を呼び出すことができます。もちろんマナーモードへの切り替え、 機械だったりとかそれ以外にもカメラの起動ライトの起動だったりとか僕がね一番推したいのはえ Twitter X の起動ですはい、超高速起動ができますはいこんな感じで今ねアクションボタンがここにあるんですけどこのアクションボタンを長押しするともう即起動します Twitter を即始められますはいでしかもこれ便利なのがスリープ画面の状態からアクションボタン長押しで Twitter が起動できますもうねいつでもどこでも即起動できて Twitter ができるはい、これ最高ですね はい。非常に最高です。はい。あの、控えめに言ってえ、さっきもね、いろんな機能をご紹介しましたが、このアクションボタンね、設定アプリからいろいろ設定ができます。なんか無駄にこの設定画面がかっこいいのよ。これめちゃくちゃかっこよくないこれ、これあんまりさ、そのあ、アップルらしくないよね。なんかすげえかっこいい。はい。で、まあ、いろいろね、本当に機能を割り当てることもできますし、逆に何もしないっていう設定もできます。はい。で、僕がさっきね、あの、アプリを呼び出したのは、このショートカットっていうやつで、ぜひね、これはあの、皆さん、まあ、自分にあって、 ね用途に合わせて選んでえまあ、設定してみてください僕は Twitter 起動がおすすめですはいでまあ、あのそんな感じでねまあ、あの新たに側面にアクションボタンがプロシリーズは搭載されましたでその下に音量ボタンが搭載されておりますこれは変わりませんで最後上部なんですけれども上部は何もありませんはいはいここで側面でめちゃくちゃ重要なことをお伝えするのを忘れましたえ側面の素材の違いはいこれなんで忘れたフィフティーンは引き続きあの従来モデルと同じ アルミニウムっていうのを採用しています。アルミフレームですね。で、iPhone 15 Pro、なんとですね、去年まではステンレススチールっていうのを採用してたんですが、あの、高級感がめちゃくちゃあって、指紋がめっちゃつくってやつね。あれ、あれめっちゃ僕好きで、ステンレススチールめっちゃ好きなのよ。今年はそれが廃止されまして、え代わりにチタン素材になりました。なので、まあ、ちょっと見た目がもう、あの、違うかなという感じですね。まあ,あの、非常に高級感は確かにある。このチタンの高級感っていうのなんか独特で、 ま、あの、チタンを採用してる機種って多分ね、かなり少ないんじゃないかな。あの、これはこれで僕は好きなんだけれども、でも、やっぱり僕はステンレスチーノが好き。あの高級感がね、好きなのよね。まあ、だからこの辺は好みが分かれるかなって思います。ただ、このフレームがチタン素材を採用したからこそ、今回 iPhone 15 Pro は約 20g ぐらい軽くなってるので、まあ、そこはすごいメリットですね。だからもうほんと軽さを取るかさ、なんか高級感を取るかで、僕はさ、えー モバイドットコト で、カラーなんですけれども、iPhone 15 Pro カラーは4色展開です。ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ブルーチタニウム、ナチュラルチタニウム。これ4色展開です。で、僕が今ね、今回あのお見せしている、えー、買ったやつは、ブラックチタニウムってやつで、ブラック系ですね。あの、非常にかっこいい。はい。えー、15については5色展開です。ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンクの5色展開。今年はあの、レッドがね、今のところはなかったので、あの、こういった5色展開になってます。で、今あの、見ていただいているのはピンクですね。えー、これは椿さん用に購入したもの になっております非常に可愛らしいカラーですねあのポップで淡いピンクっていう感じがします それではここからはスペック性能と動作についてもちょっと見ていきます。え、iPhone 15 Pro 今年はね、チップセットに A17 Pro っていう最新のチップを搭載してます。え、これがね、めちゃくちゃいい。後ほどね、減神をやるんですけど、あのね、減神をやった時の快適さマジやばい。この A17 Pro ね、本当に動作が鬼のように快適です。はい、ちょっとそれは後ほど。で、え、15については去年のね、14 Pro と同等の A16 Biomic を搭載しております。なので、チップセットにちょっと差がある。 確かに A16 バイオニックもいいチップです。え、いいチップなんだけれども、やっぱりこうね、あの、A17 Pro と比べると、やっぱかなり差があるのかなという感じがしました。ただ、一つ、えー、覚えておいてほしいのは、日常動作ですごい違いが出るかって言われると、それはそこまででもないし、あの、原振なんかも A16 バイオニックでも全然できる。普通に快適にできるので、そこだけは覚えておいてほしい。ただ、A17 Pro の15 Pro は、もっと快適だよっていう話、はい、ですね。 はい。で、メモリについてもね、ちょっと実は違っておりまして、15 Pro が 8GB で、15が 6GB となっておりますので、今年のね、15 Pro はね、ちゃんとメモリも強化されてます。で、内蔵ストレージについても、ストレージがね、最大 1TB まで展開がされておりまして、15は、えー、1 2 8から最大 512GB までとなっておりますのでえ、ここはちょっと注意してください。最近ね、あの、アプリのね、容量なんかも結構増えたりとか、写真とかもね、過去に撮ってきたものを引き継ぎたいよって人は、ストレージ選びもね、ちょっと注意しつつ選んでみてください。ちなみに、 外部ストレージには非対応ですただ、今回ね、あの、Type、タイプ C コネクタを採用したことによって、外付け SSD がめちゃくちゃ簡単に使えるようになりました。外付け SSD をこうね、本体に直挿しして、あのデータの移行ができるようになってますので、こういったのを利用すると、まあ、ストレージをね、あえて抑えるっていうのもありかなと思ったりします。この辺りはね、自分の使い方に合わせて選んでみてください。じゃあ、動作見ていきます。えー、動作ね、こんな感じです。えー、まあ、基本動作は、 あの、どっちも普通に快適です。あのー、特になんか、すごいえ差がある感じはしません。ただ、あの、細かく見ると、やっぱりリフレッシュレートが違うので、こうね、アプリの開閉で、アプリが戻っていってる時のちょっと動きを見てほしいんですけど、結構、こう、滑らかさが、 違うと思います、まあ、こういったところは少し差になってくるのかなという感じあとはこうスクロールした時のこの動作感っていうのもあのやっぱ滑らかなのは氷フレッシュレートに対応している iPhone15 Pro なんですよね、まあ、こういったところもねやっぱちょっと違いが出てきますのでもちろんねあの全然60でも快適ではあるんだけど差はあるよっていうところは覚えておいてくださいツイ t ターはこんな感じですね まあどっちもまあ、まあね、普通に、普通に快適ではある。はい、快適ではある。快適ではあるけどさ、やっぱこうさ、スクロール、わかるかなこの滑らかさ。プロのこの滑らかさがやっぱ全然違うよね。 で、えー、ベンチマーク計測してみました。こんな感じです。それぞれ3回連続で計測しております。えー、15 Pro MAX 1593,378万 3, 点、えー。15は1335,649万 5, 点でした。はい。まあ、あの、もちろんね、スコアが、えー、差あります。新しいチップの方がより高性能なので、そこは差あって。で、まあ、あとはいえ、15でもこれだけ点数出てれば、ま、あ何ら問題ないです。それよりもちょっと注目してほしいのは、えー、2回目、3回目と、点数の落ち方がちょっと全然 全然違うのかかりますかねえ結構ね、あの、1 5ンプロはずっとこうね、あの、高得点を常キープできるんですよね。15についてはこう2回目、3回目とね、こう、負荷を重ねていくと、15の方が落ちが激しかったので、ここはちょっと注意してください。でえ、原神も試してみました。こんな感じです。え原神どうでしょうこの違い分かりますか1 5ンプロね、こうね、やってるとね、やっぱ滑らかよ。あの、1 5ンプロね、本当技をこう、ガンガン重ね も全然重くなんない、ね、なんんいでかその本当快適、はい、<laughs> あのでしたでもちろんね15もかなり快適にできます高フレームレートをですねキープしつつ快適に遊ぶことができるので、まあ、普通に遊ぶ分には iPhone15 で何ら問題ないと思います僕はね全然問題ないと思うただガチ勢の方であればまあ 15Pro を選んだ方がどう考えても僕はいいと思う,もう特に長時間こう負荷をかけ続けた後の差っていうのは結構出てくるので、まあ、長くね原始ね を遊ぶんであれば15 Pro の方が僕はおすすめでさらにねこれ今あの今見ていただいたのは最高画質プラス 60fps だったんですけれどもえここからね 15pro だけなんとえ最高画質プラス 120fps に対応してますこれがまあやばいあのすごい見てくださいこの滑らかさすげえ滑らかでしょこれねすげえですはいあのすごい滑らかに動くので 120fps 確かにめちゃくちゃ負荷がかかるしあの本体も熱くなってくるんだけどあの快適さと いうかゲームの快適さすげえいいです、はいまあ、ぜひ、ね、この辺りも、ね、ちょっと違いになってくるので、まあ、よりガチ勢にはやっぱプロがおすすめかなって思いましたで注意点としては発熱ですね、えー、発熱は、ね、あのしっかりあります、えー、1 5プロ3 0分、えー、遊んだ後これ最高画質プラス 60FPS で遊んだ後の温度です48.1度で、えー、15の時は、えー、その同じ条件で遊んで46.8度でした、えー、プロの方が今のところは僕は発熱しやすいと思います まあ温度が上がりやすい感じがしますねで、えー、ただ、まあ、そもそも iPhone シリーズ、まあ、去年の、ね、iPhone14 も 14Pro も、ね、同じように発熱してたので、まあ、あのすごい去年からもう異常に熱くなったかって言われるとそこまででもないかなと思います、えー、今回、ね、あのちょっと気になったのは側面のこのチタン採用によってなんかねこのチタン素材って若干こう熱さを感じやすい気がしますなのでこう手に持ってて使っててもプロの方がなんかすごい熱いな なって感じる気がするのでで、ただあの測ってみるとすごい大きな差があるかってそこまではなかったので、だから厚さを感じやすいのがプロっていう感じがしました。この辺りは今後最適化もされていくとは思うので、まあ様子を見つつね。僕も使っていきたいなと思います。どうやらねアップデートとかでもねこの発熱対策をするみたいなので、まあその辺にも期待したいと思います。 え次にカメラを見ていきましょう。カメラもね、ちゃんと進化してますね。え15 Pro、トリプルカメラ搭載で4800万画素の広角と1200万画素の超広角、1200万画素の望遠を備えております。えー、15についてはデュアルカメラで4800万画素の高画素カメラ広角を搭載しております。え1200万画素のえ超広角も備えつつ、この二眼構成という感じですね。で、広角についてなんですけれども、15 Pro、15ともにですね、2400万画素と 1200 4800万万画画素素へのの切り替えもも可能もちろん高画素の万画素で、の撮影も可能ですで、す15 Pro については、第2世代のセンサーシフト光学式手ブレ補正を搭載しているので、えー、動画もね、後ほど見ていただくんですが、やっぱ動画性能は、やっぱり15 Pro の方が圧倒的にいい。本当にブレなく撮れる。ただ、15もしっかり撮れてました。で、えー、その他に違いとしては望遠があるなしの差があったりするので、その辺もね、ちょっと抽出し選んでみてください。で、若干ね、カメラ UI なんかも違っておりまして、 もちろんね、望遠のあるなしでえ、3倍がね、こうワンタップで切り替えるところとかっていうのは違うんですけど、それ以外にも、15 Pro については、えー、1倍のところをこうタップすると、1.2倍。 1.5倍への切り替えもできたりします。えー、ぜひチェックしてみてください。じゃあ、作例チェックしていきたいと思います。作例はこんな感じです。えー、広角なんかはね、まあ、こう比べると、正直ね、まあ、どっちも綺麗だし、まあ、これだけ撮れていれば、おそらく多くの人は、まあ、綺麗に撮れてるなって思っていただけると思います。まあ、それぞれにね、まあ、微妙に調整が違うのか、まあ、色味の感じとかもわずかに違うんですけど、まあ、どっちも綺麗に撮れてるので、まあね、正直ね、広角はね、まあ、どっちがいい悪いってわかんないですね。 まあ若干気持ち改造感上なのは15 Pro かなっていうぐらい。 な気がしますね。ま、あ本当にどっちも綺麗に撮れてます。明るく、はっきり撮れます。で、まあ、2倍ズーム。これ2倍ズームなんですけど、15もね、今回2倍ズーム、性能強化してますので、比べるとね、あの、どっちも綺麗に撮れてるけど、わずかに15プロの方が、まあ、より鮮明に撮れてる感じがしますんで、15の方は若干明るめに撮れてる感じですね。はい。ま、あなので、この辺もね、まあ、すごい大きな差があるかって言われるとそこまででもない。だから結構、15って頑張ってると思うんですよね。 あの15 Pro に全然負けてないと思います。それぐらいしっかりしたカメラが搭載されてる感じ。で、超広角はこんな感じ。超広角もね、これわかるこれ、差がねえ、マジでわからん。<laughs> マジわからん。どちらも、えー、綺麗に撮れてます。広範囲を1万の写真に収めることができます。で、違いがあ,のあるのは、やっぱりこの望遠の3倍とかですかね。2倍以降はやっぱり結構差があるかなっていう感じがします。iPhone 15 Pro なら望遠のね、こう、高額3倍を利用できるので、まあちょっと と遠くにある被写体にグッと寄って、えー、こうはっきり撮れたりとか、えー、デジタルズームのね、最大ズームは、えー、iPhone 15が10倍です、えー。10倍でこの画質になっていて、えー、15Pro は、えー、15倍までいけます。最大15倍なんですが、最大15倍で撮ってもこれぐらい、えー、画質に差があります。えー、15倍で撮ってるにもかかわらず、えー、より綺麗なのは Pro なんですよね。ちゃんと遠くまでこう綺麗に撮れるっていうところがやっぱ Pro のいいところ。だから結構ね、 多いところを取りたいよっていう人はあのプロを僕は選んだ方がいいと思いますで一つね僕プロの防衛を使ってて思ったのはあのプロの防衛ねすげー使いにくいあの特に高額3倍がなんか使いにくいなって思ってこれなんでかってあの 確かに遠くを撮るときには望遠レンズでしっかり撮れるんですけど、意外と近いところにあるものについては、カメラアプリからこの3倍に切り替えて写真を撮っても、え、iPhone の方で自動でね、メインカメラのズームで撮影するんですよね。で、本当にこれね、撮ってから、あれこれ望遠じゃなかったみたいなこと結構あったので、この辺がね、使いにくいなって思いますね。じゃあ、暗書も見ていきます。暗書こんな感じです。え、1倍はこんな感じで、まあ、あの、パッと見はね、それぞれどちらも綺麗に撮れてると思うんだけど、 これね、暗証はね、結構差が出てます。これ、ナイトモードで今撮ってるんですけどえ、左上とかを見ていただけるとね、結構ノイズの差っていうのも結構生まれていて、えー、iPhone15 Pro の方がね、よりノイズのこの処理が上手で、えー、ちゃんと抑えられてます。15の方がちょっと荒い感じがするので、あ、これは意外と違うなって思いました。で、もう一個、えー、公園のさ、あの、奥、右側奥ぐらいにライトがあると思うんですけど、そのあたりのフレアの出方がね、ちょっと違います。フレアの出方がより抑えられてます。 で、ただ、15 Pro、ちゃんと、あの、完全に抑えられているかっていうと、そこまででもない。あの、もちろんね、シーンによっては、強い、より強い光源があるときは、えー、ゴーストとかフレアが出やすいので、そこは変わらず、えー、ちょっと注意してください。まあ、とはいえですね、意外とね、差がありました。で、あとね、2倍ズームなんかもより綺麗に撮れるのは、やっぱり15 Pro だったりするし、あのね、15 Pro のね、望遠なんかも暗所で結構綺麗に撮れてたので、解像感もしっかり上がってる感じがしました。えー、暗所を撮るなら、 まあ、プロの方が強いっていう感じがします。はい、まあこの辺はね、ちょっと選ぶときに注意してください。じゃあ続いて動画撮影こんな感じです。1080P の 60FPS で撮影をしています。どうでしょうか。なんかね、全然ブレてないね。すごいな。見てる感じはほとんどブレがないです。映像もね、非常に綺麗に撮れているんじゃないでしょうか。ちょっと走ります。 続いてスピーカーをチェックしていきます。どちらも、ね、ステレオスピーカー搭載です。え音はこんな感じですどうぞ of いかがだったでしょうかえー、音どうですかえー、今年ね、iPhone 15もすごい良い音だと思います。あのー、十分クリアだし、こうサラウンド感が出て、あのー、動画鑑賞とかね、音楽鑑賞にもとてもね、おすすめできるスピーカーかなと思います。すごいやっぱバランスが良い,いスピーカーですね。ただ、プロはさらに音がクリアで、よりこう、音の迫力、立体感っていうのも感じられるスピーカーになってるので、えー、今年のプロのスピーカーは僕とても好きですね。はい、あの、スピーカー スピーカーで選ぶなら、まあ、間違いなくプロただあのー、比べなきゃ分かんないと思うしまあ15もすごくいい音が出るので、まあ、この辺はね、まあ、どこまで求めてるかで選んでいくのがいいのかなと思います、えー、さすが iPhone のスピーカーっていう感じですね iPhone も毎年どの曲流しても柔軟にこういい音を流してくれるっていうのがねいいところかなって思いましたぜひね参考にしてみてくださいはいじゃあここからねバッテリー持ちも見ていきますバッテリー容量については15プロが 3274mAh 15が 3349mAh となっております、えー。バッテリー持ちはこんな感じでした。じっくり1日使ってみて、iPhone 15 Pro は100%から16時間経過後、えー、41%でした。その間ね、動画鑑賞とか音楽鑑賞、ゲームとかネット検索、まあいろいろやって、えー、41%になりました、えー。15については100%から46%、えー。持ちとしては、まぁ、あ、とても良いまではいかないけど、まあ十分良いっていう感じのレベルかなって思いました。 意外と持つ感じ。ただえ、これね、使い方によっても結構僕は差が出ると思っていて、なぜかっていうと、今回のこの検証、一応ね、条件を合わせたかったので、えー、15 Pro は常時表示ディスプレイをオフにして検証しております。で、えー、この常時表示ディスプレイをオンにした状態とオフにした状態で、バッテリーの消費ってどれくらい変わるかっていうと、えー、2時間ですね、オンとオフでちょっと検証してみました。えー、オンの状態だと2時間経過後、 えー、バッテリーの減少は3%、えー、オフだと1%、わずか1%でした。なので、えー、常時表示ディスプレイをオンにして使うと、まあ、よりバッテリー消費が早くなるんですよね。なんで、これを常にオンにして使っている方は、おそらくよりバッテリーの減りが、僕がさっき検証したよりも減りが早くなるはずです。で、さらに、あのー、ゲームをすると結構負荷がかかって発熱しやすい感じがあったので、えー、そういった時はね、バッテリー消費もより早くなります。えー、そういったことをより多くやるユーザー にとっては持ちが悪いって感じる可能性があるのでもう本当にこのあたりはえ自分の用途を考えつつえ選んでいくのが大事かなって思いましたはいそこはねちょっと注意かな って思いますはい。で、ちなみに発熱についてちょっとさっきね、触れてなかったところが1点ありまして、えどちらもね、あの、屋外の直射日光下でこうカメラテストをしてるときにえ、画面のね、輝度が制限されるシーンがありました。温度としてはだいたい外の温度が32度ぐらいで晴れの日でした。直射日光下で撮影してたときに、どちらも画面輝度が下がったときが、制限が入ったときがあったので、結構本体としてはね、まあ、あのー、発熱することで、ま、一部制限が入ったりすることがあるのかなっていう感じが がしましたまあ、その辺りはちょっと注意してください。で、もちろんね、この、あの、その軌道制限については、えー、15シリーズだけではなくて、去年のね、14プロの時にもあったので、まあ、この機種だけではないっていうところなんですけど、まあ、ちょっと注意が必要かなって思いました。えー、ちなみに、その他仕様はこんな感じです。ワイヤル充電もちろん対応してますし、防水防塵 IP68、えー、Apple Pay 対応で、えー、アップデートもね、iPhone なら長く行われます。おそらく大体5、6年はね、アップデートが続いてくれるはずなので、まあ、長く使える一台となっております。えー じゃあね、気になる価格についてもご紹介しておきます、えー、iPhone15AppleStore 版が、えー、12万4800円から、えー、15Pro は15万9800円からという感じで大体3万5000円ぐらいの差がありますはい、えー、どうです3万5000円あのー、結構差はあると思います、えー、コスパで考えるなら15の方が僕はいいと思うし多くのユーザーはおそらく15で僕はいいと思うただ 15Pro じゃないと、まあ、あの体験できない ないこともやっぱりあったりするので、えー、そう考えるとこの3万5000を払ってプロにするっていうのはやっぱあるかなと特にゲームとカメラ求めるんだったらやっぱりプロの方が僕はいいのかなって思いましたまあ、逆にねその使いやすさとかバッテリー持ちなんかを求めるならフィフティの方がいいと思うはい、えー、ぜひ、ね、このあたりはまあ予算を考慮しつつ選んでみてください えというわけで、ここまで iPhone15 Pro をレビューしてきました。いかがだったでしょうかえ今回はね、15 Pro をレビューしつつえ、15もね、比較してきました。結構ね、それぞれね、良さが違うのよね。はい。で、僕が感じた、あの、それぞれの、ね、良いところ、悪いところはこんな感じです。え15 Pro は、やっぱりこう、ね、独特のこう高級感、やっぱり、 プレミアムシリーズというか、まあ、上位モデルのプロだからこそのこの高級感っていうところはすごくいいし、プロシリーズに軽さを求める人にもおすすめしやすい一台かなって思います。で、あとね、あの、今回、あの、ベゼルもほんと狭くなったしえ、ゲーム動作がね、とにかくすごい。あの、やっぱ原神なんかはね、もう全然違うね。あの、本当読み込みスピードもね、iPhone ってすごくいいし、あと、長時間遊んだ時のこの格付きのなさ、あの、最近ね、僕もフォンテーヌ入って、 あのね、あのー、ハイドロポンプバーやってるシーンも結構あ,るあったと思うんだけど、あ,のあれね、結構技重ねると、なんかあのスナップドラゴン 8Gen2 搭載機とかね、アンドロイド d ね、えー、最新のチップ搭載機でもカクつくシーンあったりするんだけど、この 15Pro はね、カクつかないのよね。まあ、それぐらいね、ゲームを求めるユーザーにもおすすめだし、やっぱりカメラについて、あのー、ね、広角とか超広角だと、ちょっと分かりにくいところもあったと思うんだけど、暗所なんかはね、やっぱ広角でも違うし、望遠なんかは、 やっぱりこう望遠があるからこその撮れる写真があったりよりズームなんかは遠いところ撮ろうとするとやっぱりよりね綺麗に撮れてたのはプロかなって思いましたここはさすがっていう感じがしましたで悪いところについてはちょっとねやっぱ発熱しやすい感じがあるかなっていう感じですねでそれよりもやっぱこう発熱した時にこうチタンの素材だからこそ熱を感じやすいと思うんだよねそこがちょっと今回のまあプロの唯一注意点かなって僕は思いましたまあそれ以外にはまああのカメラの使い勝手あの 広角一倍がちょっと寄りにくい。寄れないっていう感じがあったのと、あの、望遠、勝手に切り替わらないでくれ。はい。あの、あれを選べたら僕すごいいいなって思いますね。自動で iPhone が、まあ、綺麗に撮れるカメラを選んで撮ってくれるのは多くのユーザーはありがたいとは思うんだけど、プロだからこそここはこだわって撮りたいみたいなシーンにちょっと不便かなって思いました。で、iPhone 15については、やっぱりね、この軽さと持ちやすさっていうのはもう本当に圧倒的に、まあ、いいなって思います。より日常使い しやすすすすいい1台を選びたいなら15の方が僕はおすすめですね基本動作については、まあ、あの、15でも全然、あの、快適です。ただ、リフレッシュレートの差があったりするので、そこはちょっと注意が必要です。あとね、カメラなんかね、えー、より強化されてるので、まあ、あの、結構ね、検討してる部分も多かったのでね、このあたりはすごくいい。あと、バッテリー持ちもね、よりいいのがいいのかなと思います。で、悪いところとしては、まあ、あの、さっきも言いましたが、リフレッシュレート。あと、高負荷がかかって、発熱した後の動作っていうのは、やっぱプロにちょっと劣るところが ああったりりするので、まあそのでそは注意が必要かなって思い。ました、はい、えというわけで、え15 Pro は、まあ,あ、やっぱり高級感とか、えー、より性能、より高性能なものを選びたい人にとてもおすすめな1台です。で、iPhone 15については、まあ、どっちかというと本当に万人向けで、多くのユーザーはもう15で僕はいいと思います。特に日常使いしやすい軽さとバッテリー持ち、まあ、そういった感じでね、自分に合った1台を選んでいってみてください。はい。というわけで、今後もね、iPhone のレビューなんかお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 もしこの動画よろしければグッドボタンいいねもよろしくお願いします最後までご視聴いただき誠にありがとうございましたそれでは次回動画でお会いしましょうじゃあね